皆さんこんにちは、無職神谷秀樹です。よろしくお願いします。YouTube 開設して、ありがとうございます。皆さん登録者数もうすでに1万人を超えていて、びっくりしました。そんなに本気でやるつもりじゃないんでゆるーくやると思ってたんですけど、はい、いろんな声をいただいてありがたく思ってます。で、動画の方にもね、コメントたくさんいただいているので、今回はじゃあちょっとそのコメントを見ながら何かお答えできるものはお答えしていこうかなと思います。ざっと見ていきましょうか。例えばこれですね。神谷秀樹の、所持基盤自慢コーナーとか見たいっす。なるほど、そうですね。ご存知ある方ない方いると思うんですけど、僕はアーケードゲームの基盤集めるのが好きで、結構持ってます。それをたまに自慢してもいいかもしれないですね。プロジェクト GG 今後はどうなるんでしょうか。これはね、プラチナさんに聞いてください。僕もプラチナの人間じゃないんでね、はい、プラチナのことはプラチナに聞いてください。カプコンのことはカプコンに聞いてください。ニンテンドのことはニンテンドに聞いてくださいってことですよね。僕ただのしがない無職なんで。神谷さんは可愛ければ何でもいい。ありがとうございます。可愛くいきます。車の話が聞きたい。そうですね、車もぼちぼち季節も涼しくなってきたんで、旧車のスポーツカーって夏はねすごい弱いんですよ。なんで夏は乗らずに我慢してたりメンテナンスしてたりという時期なんですけど、そろそろ乗れる時期なんでね、はい、どの監督作も好きですが特にビューティフルジョーが一番好きです。いや、僕いろんなね、前回の動画でも紹介しましたけど、いろいろこう関わったタイトルがあって、でもその中でもね、ジョーを好きって言ってもらうのがね一番嬉しいんですよね。なんでしょうね、他のこう名だたる、自分で言うのもあれですけど、名だたるというか、メジャーなタイトルの中にあって、ビューティフルジョーってすごくこう特にニッチなカラーのゲームだと思うんですけど、そういうのを好きって言ってもらうっていうのはちょっと格別な嬉しさがありますよね。はい、持ってるおもちゃのレビューとか車の話とか聞きたいです。おもちゃもねたくさんありますからね。会社辞めて片付けの時にこう段ボール箱に全部しまって倉庫に突っ込んであるんで、これもいつかね出しながら、なんかこんなおもちゃあるよっていうのは言っていきたいなと思いますね。信州松本紹介動画よろしくお願いします。実家に帰ったらなんか撮ってきましょうか。僕母親と若かりしく撮った写真があって、この辺出るかな、これの現代版を撮ってきましょうか。料理するなら料理動画とかバンジージャンプなんか見たいですね。ちょっとね、命がかかるやつやだな。命に影響してないやつはいいな。料理はね、ほんとね、たまたまこの間ちょうど金作ったばっかりで初トライだったんで写真も撮ってあって、ほんでああいう形でお見せしたんですけど、ほんと、いや、あれツッコミどころたくさんあると思うよ。皆さん、いや、なんかその、いや、こんな切り方ダメでしょとか、あれ自分でも思ったんですけど、あれカレーってなんか玉ねぎ先に炒めた方がいいの？よく知らないんだけど、俺切る端から全部さ、ザルの中に全部突っ込んじゃって、玉ねぎも人参もじゃがいもも入れちゃってから、あ、玉ねぎが一番下だって気づいて、こう掘り起こして玉ねぎちょっと先に炒めたりみたいな切り方も多分なってないし、そういうのを出したらさ、いじめられるじゃん。こいつ包丁の持ち方からなってないんだけどとか、いじめられるのが怖いから、ちょっともうちょっと勇気が湧いたらね、料理してるところもいいかもしれないですね。手持ちのおもちゃの紹介、特に譲り受けたとんでもないクオリティの工夫。そうなんですよ、これ言ってもいいのかな、ドーバさんっていう個人で作ってらっしゃるプラモデルのモデラーさんがいるんですよ。で、僕はちょっとグフ、ガンダムのね、モビルスーツのグフに対してはすごくこうちょっと思うところある人間なんですけど、そのグフのフルスクラッチで作った作品が、そのドーバさんっていうホームページに昔載っていて、ものすごいそのクオリティにちょっと感動して、よくツイッターなんかでも言ってるんですけど、ひょんなことからというか幸運な縁があって、ちょっとドーバさんとお知り合いになることができて、で、あまりにも僕がそのドーバさんのグフが素晴らしいっていうことを言ってたもんだから、ドーバさんのグフをまた新しく作って、
送ってくれたんですよ。もうとてもその僕にはというか、その辺の人でも作れないようなすごいクオリティの僕を惜しげもなく送ってくださって、はい、ちょっと確かにね、それは僕だけがこう独り占めしてるのもったいないんで、ぜひここでまた紹介させてもらえればなと思います。毒うずらチャンネルにすればよかったのに、すればよかったな、遅いな。以前ベヨネッタの実況プレイ動画アップされてましたが、別の作品の実況プレイも見てみたいです。これまあね、これでもね、これもよく言ってるんだけど、自分が作ったゲームを遊ぶのってちょっと気持ち悪いんですよね。特にやっぱり制作してる時に思った、ここもっとこうすればよかったなとか、時間があればこここうしたいなっていうところばっか見ちゃう気がするんで、ちょっと怖くて遊びづらいですかね。気が向いたら遊んでみますか。金返せって人いるんだけど、これ誰？俺金借りてないと思うんだけどな。ゲームとは関係ないものとありますが、やはりゲームの話を聞きたく思います。特にレトロゲームへの思い入れと、もっと詳細に聞きたいなと思います。はい、このレトロゲームって聞くと僕ちょっとピクってなるんですけどレトロって回顧帳ってことじゃないですか。で、僕にとっては自分が幼い頃から慣れ親しんできたゲームっていうのはレトロではないんですよ。今も確かに存在していて、そのものオリジナルなので、僕はちゃんと僕なりのこだわりで尊敬の念を込めて、オールドゲームで、その中でも特に優れた作品に対してはクラシックゲームっていう言い方もして、僕の中ではそれで自分の尊敬の念を示していますね。まあ、その辺の話をしだすとまた長くなるんであれなんですけど、まあ、なんか持ってるね、自分の持ってるゲームを遊びながらなんか適当に喋るのもいいかもしれないですね。まあ、なんせね、適当にやりたいんで、大変なこととか面倒くさいこととかしたくないんですよ。楽して動画を作ってアップしてしのぐ、こういう手を作るんじゃないそう、この間ね、その収益化バンバンしますよとか、まあ、言ったんですけど、お金が入ってくると思ってないですから本気でまあ楽しくできりゃいいなっていうところでねって思ってたのに、意外にみんな登録してくださったんで、まあ、もうちょっとちゃんとやらなきゃダメだなっていう焦りを感じてるところですね。あ、この人も言ってますね。長野県出身の人がいますね。里帰りの旅動画、そうですね、松本の綺麗なところもなんかね紹介できたらいいですよね。明け明かのゲーム全部やっていくシリーズを見てみたいです。僕ね、アーケードアーカイブスすごい、あれは素晴らしい取り組みだなと思って応援していて、まあ、リリースされるやつは 今全部全て買ってるんですけど、まあ、僕も知らないゲームなんかもあって驚いてるんですよね。まあ、僕結構こういうその昔のオールドゲームのこととかをよくツイッターなんかでも喋ってて、物知りだろって思われてる人もいるかもしれないんですけど、まあ、僕も本当にただの一ゲームファンとして偏ったゲームをずっと遊んでたんで、そんなにたくさんは知らないんですよ。なので、まあ、知ってるゲームはこうね慣れた手つきで遊べるかもしれないですし、まあ、本当に知らないゲームは、まあ、皆さんと同じで初めて触るっていう感じでね、楽しんでいけたらいいかもしれないですね。他にはも紹介した方がいい。応援してくれてるファンに対してさえ言葉のさじ加減一つで暴言を吐く、まあ、これはあるかな。自身の IP に出資してくれた会社に対してうどん店にと差別的なあだ名をつけて断るごとにバカにする。これバカにしてないんだけどな。うどん店にって昔ファミ通でやってたさくら玉木さんかながやってた漫画の中で出てきた言葉で、別にその人に責任なしりつけるわけじゃないんですけど、別にバカにはしてないんですけどね。自社の自分の作品じゃないゲームが好評だとふてくされたような愚痴を延々つぶやく。俺そんなした何のことこれ。え、アストラルチェインとかニーヤとか、まあ、ニーヤはねジェラシーありますよね。
でも別に俺そんなことしたかな。ここ5年近くで手掛けたゲームはベヨネッタ3のみで、それも微妙。これもこの人誤解してると思うんだけど、手掛けたが何を意味するかなんだけど、ディレクション作品としては5年どころか俺数年のブランク空いてるよね。でそうじゃなくて関わったっていう意味で言うんだったら、まあ、最近で言ったらセレスタと迷子の悪魔、ソルプレスタもやってるん でこの人雇いたい企業あるのかね、まあ、これは僕も疑問ですね。1億円から交渉しますんで、どしどしこちらにお願いします。はい、じゃあ、一旦ここまでしときましょうか。まだまだ続くので、それはじゃあちょっと次の動画でまた紹介します。今回はこれでじゃあ終わりにします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。久しぶりです。久しぶり。乾杯。ありがとうございます。そうですよ、泡沫系 YouTuber なんで。カプコンの人、プラチナの人、プラチナの人、プラチナの人、カプコンの人、たまたま来ました。乾杯。え、じゃあ誰の悪口言う？誰の悪口？どこの会社の悪口言う？誰も言わない。悪口嫌だ。え、まあ、なんだって？まあ、いい会社です。